リーターはい、ということで、さて、あのね、この間僕、大阪で、お仕事で大阪に行ってきたんですよね、はいはい、その大阪であった出来事なんですけど、うん、大阪に行って、そのコンビニに入ったんですよね、はい、で、その、まあ、買い物したんですけど、うん、その時に支払いをね、そのスイカ、電子、マネーで払おうと思って、はい、で、こうね、あのかざすところあるんですけど、そこをやったら、だから僕は気づかなかったんですけど、ピッて鳴らなかったみたいなんですよね、うんうん、で、ちょっとそこね、レジから行きかけた時に、うん、その、まあ、そのコンビニ、日本人の店員さんだったんですけど、はい、その方が僕に、うん、ワンモア、ま、ワンモアって言ってきてはい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 、僕はそれでもう一回こうかざしたら、ピッてその時は鳴ったんですよ、鳴、うん、って、鳴って、またその店員さんが僕に対して、センキューって言って完全に僕はその外国の方と間違われたんですよね。なるほどね。いや、これはかねがね、あの長谷川さんのね、人種問題というのが人種の取り沙汰されておりますが、あの このスタッフサイドでもですね、長谷川さんは日本人に見えない問題っていうのはずっとあるわけですよ。いや、だけどね、僕、うん、そのよくまあね言われるんですよ、そのニコラス・ケイジに似てるとも言われるし、あのインド人に似てるとも言われるんですけど、はいはいはい、実際のね、本物のインド人の方と僕の写真をこう見比べたらね、もう全然違うんですよ。もう全然違う。そうかな、そうかな、僕が思ってるだけなんですかね。そうだよ。いや、長谷川さん、まず目のこのギョロッとした感じのこの大きな目がね、はい、これまずあの日本人離れしてますよ。やっぱそうなんですかね。だってもう、結構ね、やっぱりほらこの番組を見てくださってる方々、あの生徒さんとかお客さん、私にもいるんですけれども、うん、みんな口を揃えて言うのは、うん、長谷川さんはいい男だってのはよく言われるんですよ。あの、うん、彫りは深いし、あの目も大きいし眉も濃いしね、はい、あの黙ってればいい男だよねってよくあるんです、その話は。だから、あ、そうなんですね。だからその意味で、いい意味で、あの外国人顔してるっていうのは事実だと思いますよ。僕、まあまあ、僕昔そのなんかそのなんか工場でバイトした時もあったんですけど、うん、その時にもね、そのなんか恵方巻き作る工場でバイトに行ったんですよその時期ね、はいはい、だそのああいう工場ってその白いこう全身の、うんうん、こうね、あのなんかこう毛が落ちないようなそうありますよね。白い帽子かぶって全身白い服着て、しかもマスクもしてるからこう目しか見えなかったんですよ、うん、そこの工場で。で、そこの工場でもその初めて行った日にその工場長から僕にその僕がサンドイッチを並べてたのかな、そしたらその工場長が僕に No 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 って Where do you from? とか言われて言われて、いやいや日本人ですって言ったのも今思い出しましたね。やっぱあるじゃん。だからさ、長谷川さんよくね、外人には見えないって自分で言い張るけど、ね、見えてるって周りからは。いや、そうなんですね。絶対そうだって。いや、でもそれがね、計らずも大阪でちゃんと証明できたということで証明というか、いや、びっくりしましたよ。これ来年さ、オリンピックになろうもんならもう大変だよ、長谷川さん。なんでですか。どこ行ってもあれだよ、外国人扱いされるよ、きっと。外人街中いっぱいいるから。なんかそれでね、得することがあればいいんですけどね。ない、なんかそれで得したことないの。得したことはないですね。なんかサイン求められたとかそういうのないの。いや、ないですね。そうか。しかも僕、北海道の人間なんで、生まれが。だから北海道人にも思われないですよね。僕は北海道で出身って言ったら、あ、北海道だからぽくないね、みたいな。うんうんうん、まあ、こう、あれだよね。南方系に言われない？南の方の人って言われる。言われる。そうだよね。そうだよね。あの 北よりは南の、あとそのアジアのさ、はい、本当にあの、ね、インドとか、そう、あの東南アジアとか、そう、いそうだもんね。ね、アロハシャツとか着てたら本当にもう、ね、絶対アジアの人さらいだよね。なんで人さらいだよ。いや、まあまあそんなことがあったって。いや面白い面白い面白い。いや、これはね、作ったんじゃなくて実話から面白いという本当に長谷川さんがマジに大阪で外人に間違われた話っていうのがすごいね、大受けしてしまいましたまあまあまあ、そんな話で、否定しても否定しきれないものが出ているよということですね。そうだね。それをだから、そのちょっとね、自分でそういうふうに見られてるんだよっていうのをちゃんとこう心に留めておけば、ちょっとね、対応も変わるというか、わざと片言で喋るとかね。そう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 、うん、そうそう、できるよね。はい、ちょっと遊ぶというかね。そうそうそう、できるかもしれないです。あの、有効利用できると思いますので、はい、これも持って生まれた才能ですので大いに利用して、親に感謝、親に感謝ということでございました。ありがとうございました。また明日。